みんなこんにちは、ハリーです。ポッティラッシュ投資展開国家なんですけれども、テテテビコじゃいいかとぞ、どっち引くべきなのかな。みんなさっさけてこー。今回もですね、バウティラッシュ大好きにが宮手島君構想的なトピックを紹介しますよ。さっさけてみましょう。やっていきましょう。ゾロ2かどっち引くべきなんでしょうか。よいしょ。待って、みんな、今回話していくニカとゾロなんですが、ガチャ見てみてよ。ゾロが開いたら出てくるでしょ。でその次サンジでしょ。でニカでしょ。何この豪華なラインナップ豪華すぎると思わない？っていうかさ、無課金の人とかって今よりちょっと前に始めてるはずだからさ、今リセマラしたり、今また一から始めたりする人にしてみたらさ、ニカ、ゾロ、サンジ、この3体がいっぺんにゲットできるチャンスなわけよ。もうとんでもないビッグチャンスだよねこれね。今考えたらもうこれ以上ない始め時なんじゃないでしょうか。現環境最強アタッカーゾロ、そして現環境最強ディフェンダーニカが登場しております。いやーこれマジですごいよね。改めて冷静見てみるとすごいよねこれね。さあということで、今回はこの2体ゾロとニカを比べてみまして、どっちを引くべきなのか、どっちを引いたらね長く楽しめるキャラクターなのかっていうのをじっくり見ていきましょう。早速やってこう。まずは簡単に、僕が引くならどっちかというのをね先に答えちゃおうかなと思います。僕でしたらゾロくん、無課金だったらね。まずじゃあそのゾロくんから見ていきますか。ゾロくんに関してはもうむちゃくちゃ強いです。みんな分かっている通りね、属性変化できたりとかするし、属性変化すると攻撃力が上がります。スキル2のクールタイムも 50% 短縮するんで、またすぐ属性変化して攻撃ができると、そういう感じになっております。さらに意外と地味に強いよこれっていうのが、3秒間の間に4回ダメージを与えると割合ダメージ 10% 与えられるんです。今最近さ、このキッド&ローみたいに旗ずっと握り続けますよっていうキャラクター増えてるでしょ。もちろんおでんさん、カイドウもそうですが、なんかカイドウ尻尾長この3体含めまして、今のゲッターキャラクターたちは旗を握ったら離さないっていうキャラクター増えてるんです。なのでそんなゾロくんはですね、そのキャラクターたちに対しても攻撃をし続けることで 10% ずつダメージを与えまして、いずれは体力は1にすることができたりとか、ギリギリまで持っていって手を離させることができるというわけなんですね。ゲッター対策にもなってるキャラクターなんです。しかも今の環境キャラクターにいるニカ、キッド&ロー、このカイドウの3体は現環境最強と言われてますが、割合ダメージが入る性能になってるんですよ。それに対してゾロくんは割合ダメージは回復するんですね。状態異常によるダメージを含む割合ダメージを 4% 回復しちゃうので、ゾロくんに割合ダメージは効かないんですが、それ以外の環境キャラクターたちには割合ダメージが入るっていうのも強いよね。なので次の環境キャラクターが割合ダメージを持ったキャラクターで登場したとしても、ゾロくん一人だけ生き残るような形になるわけなんです。まだまだありますよ。今回ビッグマムの対策として出てきたキャラクターがキッド&ローだったわけでしょ。ローくんの方がマム対抗っていう感じがするよね。 1.5 ゲージを対抗するためにね、持ってる性能として敵がいてもお宝ダッシュができるっていう敵虫旗ダッシュ性能を持ったことでビッグマムを攻略することができました。こんな感じで前の環境キャラクターを対抗するためには、その対抗キャラクターに一番刺さる部分を持って登場するっていう傾向になってるので、今回ビッグマムはキッド&ローにやられたみたいに、現環境トップのニカルフィは確実に次の環境キャラクターで対抗されます。特にニカルフィの場合はね、対抗できる幅っていうのがめちゃくちゃ広いんです。例えばさっきも言った通り割合ダメージもそうだし、この人防御力が上がっていくキャラクターなんですが、自分が吹っ飛ばなければニカルフィの防御力は上げさせられません。さらに防御力がもし上がっちゃったとしても、防御力無視性能の攻撃を打つことができればニカルフィに貫通させることができるんだよね。オリンの持ってるメーザー砲も防御力無視の性能です。意外と使ってる人多いんじゃないですか。バウンドマンのコングオルガンの方も防御力無視の攻撃になってます。防御力無視性能を持ったキャラクターたちが増えてるので、こうやってね対抗できるんですよニカルフィーは。しかも今回登場してるエンマゾーンに関してはね、ニカルフィーにめちゃくちゃ強くなってます。防御力が上がりきる前にね対抗して、ガン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 突進して倒していければ、ゾロも確実にニカルフィーを狩れるようなキャラクターの一人でしょう。どう考えてみるとね、ニカとゾロ比べるんだったらゾロの方が引いた方が今後も幅広く戦えるキャラクターなんじゃないかなっていうのが分かってもらえると思います。さあじゃあそんなゾロくんなんですが、ニカと比べましてこういうところも弱いよっていうのもね紹介しておきたいと思います。一応ねゾロくんがもし環境からいなくなるとしたら、一
択です。それは状態異常不要の攻撃ですね。ゾロ君を倒すためにはこのゴムゴムの雷をニカの場合は当ててバチュラングガンを撃って防御力無視の攻撃を当ててね、貫通させるかギガントの方でも倒すことができます。こんな感じで状態異常を付与することができればゾロ君はね基本的に状態異常対抗性能っていうのを持ってないのでかなり痛いキャラクターなんですね。ゾロ君のアタッカー的役割である KO をできなくさせる、これがねできればゾロ君を引きずり下ろすことができるでしょう。実際に今の環境ゾロ君よりもちょっと下の位置にランクインしてますシャンクスに関してはなんでこんなに強いのにゾロ君より低いのかというとゾロよりシャンクスの方が KO できなくなってるからっていうのだよね。シャンクスも十分 KO できるんだけどさ、防御力上がりきっちゃったキャラクターの場合は属性変化してゾロで対抗した方が早いし、シャンクスも火力が上がるまでかなり時間がかかります。火力が上がらないと倒せないっていう環境になってきちゃったのでゾロ君と比較してみてもシャンクスよりゾロの方がいいっていう感じになってるよね。なのでアタッカー最強がゾロ君なんです。まあ、こんな感じでアタッカーっていうのは役割としてねアタッカー性能を全うできなくなってきた場合環境から落ちることが濃厚ですので、とりあえず次の環境ではニカが対抗されるっていうことは濃厚ですからニカよりも長く楽しめそうなのはゾロ君って感じがするよね。特に次の環境キャラクターでさ能力者キラーの性能が出てきた場合ゾロ君また活躍しそうな感じすると思わない？さあということで環境キャラクターまとめてきましたがどうですか？今の環境キャラクター的にはさニカ、ギットアンドロー、カイドウが、まあ、ゾロとなんでトップ層でしょ。でこれ見てみても全員能力者だよね。でその次の層に行くとさキング、シャンクス、マム、まあ、ここら辺はシャンクス以外のキング、マムが能力者だよね。で次の層に行くとおでん、ウタ、クラッカー、ヤマト、もうこれ見てみておでん以外全員能力者でしょ。となるとなんかこの3体以外全員いなくなりそうな感じすると思わない？みんな。しかも次の環境キャラクターってニカに対抗してくるはずだから、赤属性の能力者のはずだよね。だとしたらそしたら赤属性で能力者なんて来ちゃったらさ非能力者だけど属性的に相性の悪いシャンクスとおでんここら辺も危ういよって話になってくるよね。となると残ってくんのはゾロ君一人じゃないですか？いやそんなことないと思うけどね多分ね多分だけど、まあ青属性のねキッタンドローとかも対抗できると思いますし、まあ能力者が増えて赤属性で能力者キラーとかって言うんだったらね赤属性で能力者じゃないキャラクターが増えてくると思うんで、そうなったらいやただ青属性でいるか非能力者のキャラクターっていないよな。あレイリーいるか、あと誰だ、いるか、いなくねえか。能力者クラッカーも能力者だよね。あーいないね。能力者キラーなんて言っちゃったらそうなっちゃうよね。しかも2価対抗ですから2価に割合ダメージ入るし状態異常とかも入るんでね、50倍以下だと。となるときつくねえか、次の環境キャラクターに対抗できるキャラクターいなくねえ。ということでどうでしたでしょうか。5周年イベント区切りいいですよ。もしかしたら2回よりもますます強いキャラクター登場する可能性高いですよ皆さん。いやー5周年の方がちょっとワクワク方法なんじゃないですかあということでニカとゾロどっち引くべきかみんなよかったら参考にしてみてください。まあ、実際ね推しのキャラクターを引いた方がバウンティラッシュは長く楽しめるので、はいニカが欲しいよっていう人はねニカ引いてみてもいいと思います。実際に強いですしね、ゾロ君に関しても現状剣閣を最強アタッカーですしね、持ってて PS はちょっと必要になりますが結構楽しいキャラクターになっております。推しでしたらどうぞ引いてみてください。今回来ましたニカルフィ単体ダイヤ確定数は3840個になります。そして今回来ましたエンマゾロダイヤ確定数は3200個になります。なので3970個ダイヤを使うことができればニカとゾロがこのチケットを使ってねどっちも当てることができるよっていうガチャになっておりますのでぜひ注意して使ってみてください。まあ、ニカよりも先にねゾロの方が終わっちゃうのでゾロを引きながらゾロを確定してその後ダイヤを使ってポイントを貯めてガチャポイントでニカを確定する、こういう感じがいいと思いますよ。逆にねゾロじゃなくて、サンジこっちを引きたいよっていう人はですねサンジくんのは確定数が750個になってるんです。なので3840個で確定するニカルフィに合わせましてだいたい3840個近くで2人とも当てられるよっていうガチャになっております。よかったらね参考にしてみてください。エンマゾーの確定チケットは33600円、ニカルフィは44800円のガチャになっております。ということでニカルフィとエンマゾーの使っていきましょう。一戦目お願いします。使っていきますよっていうかちょっと見てみんなちょっと見て見てうちのメンバールフィゾロキッタンドロー2人やばくないこれねえ、ウニガシマうち入りメンバーだよ、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、テンション
上がるよねこれ。あ、突っ込んでいけるな。突っ込んでいきましょう。倒しちゃいましょう。これはいはい、これ2人倒しちゃおっかな。ロビンちゃんに俺傷つけられないっていう制約があるんで、ごめんなさい。やばい、これ受けちゃうな。ニカとゾロ、はい、2人倒しましょう。はいはい、回避して、はい、オッケー。はい、1人。さあゾロ次やっていきますか。強いですよ、うちのゾロは負けませんよ。ここ、はいはいは、はーい、オッケーオッケー、いいよいいよ。このまま倒しちゃおうかな。はいはい、どうする、はい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 、ありがとうございました。強い、うちのゾロくん強いよ、いいよいいよいいよ。みんな攻めてるね、いいね。こんな感じで攻めていこうぜ。ガンガンいこう、ガン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 倒して、やばい、回避されたか。なのね、ゾロ、ゾロじゃねえ、キドロ完成してんな、あれ。てか、うち2回いねえのか。危ない。2回いないとな、回復ブースト入んないんだよな。どうするこれ、突っ込んか。危ない、逃げて。ナイス、じゃあここ突っ込んだ。あー、見えてるよ、これは。やばい、ダウンされた。なるほどね、一落ち、やばいな。はい、回避して。はい、ここ突っ込んで、はい、一人。ニカレビーは防御上がんないといけるね。待って、これは回避した。見えてます。完璧。ゾロくん強いよ。さあ、うちのメンバー行こうぜ。うちリメンバーじゃなくなってる、いつの間にか。やばい、これは。一発受けたか。痛えな。これなっちゃうか。いや、なって危ない。雷見えてる、ナイス。さあ、裏から来るか。これちょっと待って、一回逃げよう。うわー、こっち来ちゃったか。とりあえずこれ回復したいな。うわ、こっち来ちまった。地獄の場所来ちゃった。あと1分。キングいけ。よーし、見えてない、あれは。ナイス、ナイス、ナイス。これはちょっと耐えたい。みんな、これ危な。みんな、ここに絶対来ないでね。みんな、ここに絶対来んな。みんな来ちゃダメだぞ、ここに。とりあえず、ここを切って。はい、使って。味方を押しておきたいけどな。いや、回復ブース入っちゃうな、これ。はい、やばいな。使われたな。あと40秒。四旗か。じゃあ、ここ耐久だな。ここ耐久して待とう。回避した、見えてる。危ない、何もすんな。危ねえ、見逃された。ラッキーラッキー。マム倒しちゃうか。いや、倒せるよ。はいはい、ここ、いや、完全か。いや、これいける。おっ、きょっ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 、強っ強っ、マジで。ここのまま、あ、ナイス、キドロ。やっぱ防御力上がらせないと弱いね、ニカね。まあそういうキャラクターですからね、まあ仕方ないでしょう。ここ使ってくるんじゃないか。ナイス。このさ、ジャスカイの動き好きなんだよね、ゾロくんの。カクカクンみたいな、あれいいよね。さあ、お前、オリンジャリア、マムじゃない、向こう行った。なるほど、勝ったな、これは。ありがとうございました。いや、ゾロくん強いね、楽しいわ。ちょっと待って、ツイートしてくる、これさあ、ということで2戦目やっていきましょう。ニカ使っていきましょう。さっきゾロ使ってきまして、あのうちメンバーだったでしょ、あれね、予約投稿してきました、ツイッター。あー、もう早くみんなに見せたいなこれ。あんまりね、早く見せすぎちゃった。ここー、すいません、合わせられた。そんなことある、やられっぱなしは嫌だな。クソ、悔しいな。これちょっと勝ちたいね、多分ね。この感じだと1、2旗守るために2旗にみんな集まるんだよね。だからあれ、バジュラングぶち込んでいいけどね、みんな。うちに2人もいいんでしょ。いや、2か、あれぶ、ここナイス、防御アップ、防御アップでかいな。これバジュラングぶち込みます、いきます。これが俺の最高の、いやー、やばバジュランク炸裂あー、かっこいいな、ニカルビー、楽しい。もうこれだけでいいでしょとこれだけで十分でしょ、かっこよすぎたね。まああとは基本的に 1.5 ゲージにするのが役割なんで、ディフェンダーなんでね、攻めすぎないっていうのを、基本にしておいてください、皆さん。回避、ここナイス、ボギャップ。これ裏任しちゃおっかな。いや、真ん中、いや、真ん中行かせる、いや、行かせちゃうか。ちょっとごめんな、無理だ。これここ守った方がいいわ、進軍止めた方がいい、絶対。ここ見えてる、ナイス、使った。あー、間に合わねえか。ただ防御で吹っ飛ばなかった、ナイス。ここ、はい、完璧、ナイスナイス。もう2人とも上がったから、ナイスだね、いいね。ここ、はい、1人、はい、ナイス。強くない、ニカルビーも強いよね。まあ、さっきゾロか、ナイスナイスナイス、いいよいいよいいよ、これ俺任しちゃっていいよ。裏行ってくれたら嬉しいな、まあ、ただこれはもうディフェンダーなんで、ディフェンダーの動きをみんなでしましょう。はいはい、あ、回避してくれた、でかーい、吹っ飛ばして、ナイス。
さあどうしますか。ここで戯れてもいいんですけどね、まあ、スキル2ナイス、防御力無視だからこれ入るな、ブースト来るな、ちょうちのブースト待ちたいところではあるよ。 OK 時間稼いだラッキー。いやーキッタンドルそっち取られるな。いやダール、いやダール、このスキルダール、いやダール、あーやだー。いや待ってキッタンドローに届くんじゃないこれ。いや見てろフルゴラ並みの雷だ。ははは届いた、やばこれ距離長、めちゃくちゃ距離長いね。さあこれ守っていきますか。味方ナイスでした。ここいやー吹っ飛ばされたか、ありがとう味方。いやー完璧でした、ありがとうございました。強い、ここじゃカウンター使って、あーありがとうございました。強くない、ニカも、どっちも欲しいね本当。みんなこれが5周年待てないよこれ。